方位競馬11レース東京プリンセス賞です。能力偏差値ですが A ランクが1頭、B ランクが1頭ということで、能力偏差値上は1頭抜けた存在がいるレースになります。これから偏差値上位の馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映しました予想印を公開します。 まず指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。暫定20丸打ちました能力偏差値1位、10番の上からです。この馬は4000連続で黄色線を上回っています。特に前走は黄色線を12上回る優秀な指数を出しています。 能力はトップクラスだと思います。全と比較してみると、この馬のピンク色はトップに位置しています。距離適性を見ていきます。距離は紫の丸。今回は1008になります。1008は初距離ですが、距離延長ではいずれも指数を上げております。 え1008もこなす可能性が高いと思います。次に展開面を見ておきます。え展開、一角通過順位はオレンジ色の四角になります。このまま花を切って、こう指数を出しています。えここで先行力分析シートを見ておきます。一角予想図ですが、逃げ馬が4頭、先行タイプが6頭ということで、ハイペースを予測します。 先行力で相当しますと、この馬10番が先行力52ということでトップです。ここはしっかり花を切れそうですが、ハイペースなのはリスクだと思います。展開面は若干のマイナス評価をした方がいいと思います。次に暫定黒三角を打ちました能力偏差値2位の5番の馬です。 南下に来てからは4000して3度黄色線を上回っています。連帯四角は十分です、えー。距離を見ていきます、えー。指数のピークですが、1006、えー、または1002になります、えー。まあ、前走は1004から1006の距離延長で指数を上げました。 え、1008はどうなのか若干リスクはあると思います。展開面を見ておきます。一角通過順位ですが、え、指数のピークでは3番手からの競馬になっています。え、この馬の先行力を見てみると、この馬の先行力は24ということで、これは6番手です。 ちょっとここはコインにつけられない可能性があります。展開面はマイナス評価をした方がいいと思います。馬体重を見ておきます。馬体重は黒色の折れ線になります。馬体重の黒色の折れ線と指数の青色の線が比例傾向にあります。明日も馬体像で指数を伸ばす。 えー、可能性が高いと思います。その他の馬も見ておきます、えー。暫定丸を打ったのは能力偏差値3位、えー、3番の馬です、えー。黄色線を上回っているのはこの4層前のここだけです、えー。金3層は指数低下傾向です、えー。調子が戻っているかが鍵になると思います。 次に暫定し、白三角を打ちました偏差値4位、8番の馬になります。黄色線上の指数を出したのは船橋の2回です。能力的には上位2頭には劣っていると思います。距離も1 0 0が良さそうなので、1 0 0は多分長いと思います。3着候補まででいいと思います。 次に暫定×を打ちました、偏差値ランク5位、1番の馬です。前走の浦和で初めて黄色線を上回りました。能力的には上位2頭には少し届かない。3着候補まででいいと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想の印です。本命20丸打ちましたのは10番です。 このまま能力がトップ。展開面でリスクがあるものの、距離、レース感覚、対戦成績で高評価しました。対抗丸を打ったのは5番です、えー。展開面と距離でリスクはありますが、枠順、対戦成績で高評価しました。馬券は20丸打ちました10番。これを熟でいいと思います。 相手には丸の5番、黒三角の3番、えー、三着項として C ランクから選びましょう。